ってまいりました。これとこのトンネル怖いよ。なんかではちょっ と2軒目着きましたんで点呼を取ります。番号本郷さん3、2、半田さん1、宇佐さん9、伊豆さん35、ボザさん3、原さん6、ナムさん10、ミマさん4、ナナさん4、怖いね。はい、ミオさん3、ノ3、ナムさん、モヨさん3、ペケさん15、アマサさん1、リオさん1228、ボリナさん100050、ナミさん7、ミクさん6、プルさん7、トムキさん5、マルムさん12、4が多い。はい、ムノセンサー5、エゴさん792、ヤミさん0、カズさん99、リョウさんもう一回言ってるでしょ。ケムさん27、キュウトさん80、ノミさん23、ジルさん33、テンテン78。よし、じゃあ総帥隊員たちはみんな今日は俺初見だって。 HR さん56、今日はもう心して、いやバレたよ。バレるよ。水さん99。さあ総帥メンバーたち、番号は別に合わせなくていい。そして私が死なないように見届けてくれ。これ怖くね。ゆうださん63、はいどうも。秋山さん100、これ今向こうから来たんですね、手彫りのとこ。なんかやばそうだなと思って、これちょっと何も映んねえよ。出撃、しかも電波乱れずに来れましたね。何も映んねえ。ほら、闇ですよ本当に。これやばい。ちょっと待って、マジで本当映んないんだけど、2000ルーメンが届かないんだけど本当。そう、ちょっと2000ルーメン届かないよこれ。やばい。いやー、ここはもう1万ルーメン必須だなマジで。ここまで闇だともう2000ルーメン届かんわ。これが定石の入り口ですね。ここは八幡岬公園。ここめっちゃ怖いじゃん。やばいって本当に。あ、でも電波届いてよかった。でもどうなんだろう、上の方行くとトンネル3つあんのこの中に。いや、私のじゃあ今日の総帥リアル肝試しに、今日総帥骨心列はリアルキルマダメージにご来場いただきありがとうございました。これより探索を開始します。今の気持ち、いや怖いっす。いや なぜかっていうと初見すぎちゃって、一回も来たことないから。ここは分かんねえじゃん、一回も来たことないとこって。なんかやで、怖いよなこの初見の感じが。本当にカミカミ。もうね、なんかね声が出なくなってきた。刑務罪でもう一回26って。じゃあゆっくり行こう。疲れるとハー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 言っちゃうから。これさ、もしかして旧日本軍ここ接収してたでしょ。もしかしてなんか海軍関連の。いやー怖いな怖いな。くるくる、ちょっと厳しい電波。気をつけます。皆さん気をつけます。ゆっくり行こう。何この広場。
ょっと壁自体は良くねえんだな。治った。後ろ OK。 定石らしいんですよ、ここ勝浦定石って。またのな、電波大丈夫か。勝浦定石らしいんですけど、これなんか、なんか遺構の跡じゃない、これなんかね。大体定石のとこってさ、海軍がとか旧日本軍がなんか接収したりしてるよね。あそこもそうだよ、横須賀の浦賀城跡も慰霊塔があって。みんながいるから怖くない。確かに確かに、これなんか廃墟の跡だね、よく見たら。逆に綺麗な道の方がね。これ廃墟の跡だ。あー景色見れないわ。しかも届かない光が。あそこ崩れた跡ある。今日ね、千葉県ですね。ゴブルフマンさん。今日は千葉県勝浦市かな。勝浦定石っていうぐらいだから。はい、あ、てんてんさん、はい、漢字のてんてんさん、はい、こんばんす。いやー、なんかね、心霊はちょっと黒い影ぐらいかな、微妙な。いや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 、ちょっと怖い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 ぞ。あそこだよ、腹切り役らんとこで、あの、ね、寝ちゃった時の回、あの時に藪の中で黒いのはうごめいたの見えたけどね。覚えてないかな、腹切り櫓祇園山。でもなんか俺はもう眠いからここで寝るっつった回があったんだけど、その回の時に、鎌倉腹切り櫓の時に誰が来たら、まあしょうがないでしょ、来たらもう一曲リアドザ、リアドザ一曲プレゼントだから、私のーって崖崩れあったみたいだね。そうそうそう、ハルキデアグラ、そう、集団自決700人以上だよな、確か800人だからっけ。あれの時はそうそう、ハルキデアグラの時、あの時はなんかな、ちょっと怖かったな。あれは2年前か。おお、何この、昼間来たかった、ここなぜ夜にハイキング電波がどこまで行けるか、これ怪しくなりそうだなあ、でもこれ定石の跡だ、景色、うん、景色最高だよ、オーシャンビューで。何も見えねえけど、今何も見えねえ、漁船がいる。あ、オイランブ、あ、オイランブチは配信してないよ、トントンさん。あれ、あそこは奥多摩橋で最後終わらせたんです。オイランブチは生電波入んないんで。電波が入んないんで、近況報告雑談、雑談のライブやったの。そう。オッケー。
絶対崖の近くに寄んないわ。あ、綺麗だったよね、あの朝日がね。朝、あ、だいたい心霊スポットで夜を明かすっていう。何回かな、ちょっと数えきれない。ちょっともうかれこれ俺動画配信はもう4年近くやってるんですけど、なんどんくらい言ってんだっけ。ちょっと俺に詳しい人誰か教えてよ。俺なんか言ってる。何これ、ようなんとか夫人生誕、やばそうだな、これ。これ供養塔ではない感じだな。ちょっとなんて書いてあるんだろう。貝が落ちてる。幼樹夫人は名を万といい、天正5年1577年勝浦城城主正木頼忠の息女としてこの地に生まれた。同18年落城の悲運に遭い、落城してんじゃん、ここ。落城、悲運に遭い、海路、伊豆に逃れたという。落城してんだ、ここ。落城してるんだって、ここ。うわうわうわ、そっか、落城してんのか、ここ。いえー。あ、これ。やばい。いや、なんかね、歴史気になっちゃうんですよね。コッピーさん。なんかね、あるとなんか読みたくなるんだけど、漢字が基本的に読めない。だから俺の国語力がバレてしまうという。やばい、あーやばいっす。はい、初見さんいらっしゃい。失礼します。電波入るかな。落城してんだってよ、千葉のね。今勝浦城跡ってとこにいますね。ちょっとすごい。でもなんか女性の霊なんだよね、高橋さん。あのなんか女性の霊がどうのって、なんか全国心霊マップに載ってて、全国心霊マップでは女性の霊が海に引きずり込む。え、でももしかしてさ、これさ、今あそこのさ、ちょっと待って、ちょっと考えちゃったんだけどさ、ちょっとすげえ考えちゃったんだけど、ごめんね。なんか伊豆に逃れたってあれに書いてあったんだけど、碑文に。逃れてねえんじゃねえか。あ、平本さんお疲れ様です、いらっしゃい。逃れてねえんじゃねえの、それ女性の霊って、お姫様。実際歴史なんて分かんねえじゃん、後から作り直せるからさ。逃れてねえんだよ。なんで女性の霊なのかなと思ったら、この今おまんさんっていう、いやーすごいとこだぞこれね。え、殺されたかもしんないよね。いやー、初見、え、即死流れた。そっかそっか勝手に歴史を塗り替えるな、ごめんなさい、失礼しましたじゃあなんだろう、じゃあいろんな、なんか落城した時になんかそういうおまんさんのなんかそういう従者みたいな殺されたりとかあったのかな。ちょっと歴史が分かんないからな。そうかす、そうノコギヤマの逆、あ、このラビットさんもす、あ、熱帯だな。見てこんな雰囲気。なんだろう。誰に滅ぼされたのかわからない。誰に滅ぼされた。いつも行き当たりばったりでゲリラ突するから、ろくに下調べもしないで突ってるから。今日は何番目で、あ、ちょっとごめんなさい、わかんないっす。石投げて石聞くの、石聞いちゃう、投げちゃう。
飛ばしちゃう。あ、いた、いて、結構電波、あ、いて、いて、いて、よっしゃ、あ、結構登るな、これ。けつまずいた、階段に。はい、はいはいはい、はじめまして、ゆうきさん、はい、どうも。 FM がつながりにくい、ラジオ電波ベイ。あ、やっぱりここでも電波いいっすよね。いや、俺も気になる、本当に。実際 目の前で見てみたいですもん、本当に。ブリブリで払う体力がわかる。嫌な雰囲気するでしょ。ちょっとすっげえ鬱蒼としてる。え、獣いんだ、ここイノシシ。はい、証言さん、死んだ武者の霊。あ、本田忠勝に攻められ落城。あ、ありがとう、ありがとう。はい、あ、久保田さん、チャンネル登録ありがとうございます。あ、やっとなんかちょっと上に着きましたけども、トゥ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 だっけ。カップルいたらどうしよう、冷やかすか。ヒューヒュー彼女って古いな、ヒューヒューとか。はい、着きました、着きました。上のなんか祀ってある謎の神社、ちょっと写真撮るか。すげえ汗ばんだ。あれ映んね、あ、映った。写真撮ろう。一回でちょっと電気消すね、フラッシュ撮影するから。横に撮った方がいいな、これ。横に撮ろう。もう一枚。これは何を祀ってあるんだろう。何を祀ってあるんですかね。こんな感じで撮りましたけど。あっち100 なにこれ。え、なんかこれ変じゃね、これなんか変だべ。これなんかやばくね、これなんか覗いてる感じじゃね、なんか精霊みたいな感じ見える。なんかこうもやがさ、フューっていってる感じだよね、これ。偶然映ってしまった感じで、それで俺驚かないっていうのが。でもなんか神様か、神様的な顔。はっきりとしたさ、なんかそういう人間の形じゃないけど。いや、レンズ汚れてないよ、だってレンズは汚れてないですよ、ちゃんと拭いてますから毎日。神様的な。もう一回やってみる。
レンズ拭いて、今拭いて、もう一回撮ってみっか。これこれこれ、神様か。なんかこうヒューってこう来た感じ、ヒューってこっちにこう流れてく感じ、魂が。いやー、霊体かな。じゃあもう一枚いきますか。じゃあちょっとこの体勢もちょっときついんで、ちょっといきますよ。幽霊の皆さん、はい、チーズ。はい、今撮った時どうすかね。じゃあなんだろうね、これ。このさ、白いもやは、これは多分顔みたいに見えるのがあれだと思うんだけど、この白いもやだね、通ったのが。白いもや的なやつかな。白いもや的なやつかな。神様かね。まあ いや、ちょっとこのこんな感じで、はい、ちょっと映像が、まあね、人魚、人魚やばいっしょ。ケイミチュワーンってなっちゃう。なんだろうね。ああ、熱い、体力が。夜は何、神様留守なの。ああ、ここ重苦しい。死で揺れてる。ここ重苦しい。ん？あー、なんか重てえ、体が。ちょっとやばい。呼吸がちょっと荒くなってるし、俺。裏？裏回れるのかな？ちょっとこっちから、ありがとう、あれだから。神様の御前であるぞ。と言われちゃう。裏はこん、裏回れないね。裏っていうか、ここになんか樽があるよ。あ、ほんと、シデが揺れてる時、あ、なんか歓迎してるってくれてるってこと。小田さん、そっか、俺歓迎されてんのか、よかった。なんか樽みたいのあるよ、ほら。お酒の樽だね、これ。不法投棄じゃない。一例。はい、はい、あ、職員さん、いらっしゃい。どうぞどうぞ。樽です。え、開いてるよ、これ。井戸じゃないね、樽。なんで開いてんの。開いちゃってんじゃん、これ。紐がほどけたのか、これ。あ、開いてねえや。あ、脚立が置いてある。なんかの、そうだね、新人使って。いや、これね、紐で結ばれてる。でも開いてる。風で開いちゃったのかな、こう。ああ、なんか、なんかあるよ。でもカメラが通らない。でもなんかこれ重苦しいな、やっぱ。じゃあ重苦しい。なんか体が締め付けられるような感じがする。
なんかそう倉庫みたいになってた、脚立あった、脚立。廃神社じゃないですね、そう。うわー、ちょっとでもなんか重苦しい、なんかそういう感じがするんですよね。一応一礼しといたか、いいか。よし。失礼しました。そうなんだ。漁民のためなんだ。じゃあ全然定石のあれではないんだね。風はそうですね、吹いてますね。はい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 。蚊に刺される。供養塔とかあんのかな。鳥肌出た。大丈夫？平本さん大丈夫ですかね。供養塔あれあんのかな、定石の。なんか、あ、でもなんか昼いそう。ちょっとコンクリート街を行くと。もし何か出たら逃げない。その場にいるかな。そう、定石だったの。あ、小田さん、どうもどうも。千葉のね、勝浦定石。あ、間に合った、昨日さ。勝浦定石にいます、今。まあちょっと俺は目の前で見えてないんだけど、一回、旧千田崎隧道の時は大変なことが起きたっていう回があったんだけど、横須賀の映像が乱れて、顔がブワーってなんか、視聴者さんたちがみんなそれ見ちゃったっていうのがあったんだけど、その場に別に大丈夫かな。はいはい、どうも、木野さん、ありがとうございます。上の文字、わかんない。読めない。いや、八幡って書いてある。八幡宮って書いてある。そう、勝浦です。アーカイブはそうですね。俺は基本的に残しておきますよ、 YouTube ライブ。よっぽどなんかヘマやらかさない限り残しておきますね。例えば映っちゃいけないもん映しちゃったとか。右から読むんですね、こう。八幡宮って。だから八幡岬公園っていうんですよ、ここ。どの階？あー、そっか。そうだよな。それを一回、まだ見てない人のために、じゃあちょっと神社の前でちょっと休憩がてら。あれ、ルナさんがタイムスタンプしてくれてるよね、確か。だよな。ルナさんがタイムスタンプしてくれてるから、その回はね、一応7月7日のライブの時っす。7月7日のライブの時に、今からだから7月7日っていうと、コメント欄でルナさんが、トンネル内でこういう現象が起きちゃったの。旧千田崎トンネルっていうとこなんだけど、怖いでしょこれ。急にこうなったんだよこれ。旧千田崎トンネル、横須賀の左の人。いや、左は誰もいないですけど。ドロ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 、これほんと気持ち悪かった。本当に。そう、これライブ配信。一応、ライブ中にこれ、ライブ配信のアーカイブだから。1週間前ですね。1週間前の7月7日ライブ。一人、
左に人が見える。これはちょっとマジで本当にみんな騒ぐから、何言ってんのおめえらと思ってさ 何言ってんの、画面がとか言うから、俺こうやって定点してたんですよ、トンネルの中で。はい、高見さん、こんにちは。で、なんか画面がとかチャット内で騒ぐから、何言ってんのよっつって、何もなってねえよっつって見てた、トンタさん見てたよね、この今のあれですよ、クータさん、1週間前、今から1週間前ぐらいの7月7日の横須賀の心霊スポット行った時のライブでおかしいことになってた。左の方？いや、左。いや、いないです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 。左？やばいよ。やばいやばいやばい。ここではそんなことが起きないことを祈りますよ、もう。いやー。あの時は怖かったです、マジで。影通った、今。え？なんかここ苦しい、呼吸が。すんげえ呼吸苦しいな。ああ、湘南平のね、鉄塔も、あれも懐かしいな。やばい？いる？光ってんの？いや、光ってんのは下の下界のあれだけど、なんか呼吸苦しいんだよ、なんかここ来てから 降りると楽になるかも。女の子の声した。いや、風ない、蒸し暑い すごい暑い、すごい暑い。電柱の少し右、やばい。お、いるんか、いるんか、いるな、出てこい。ルナさん、マジで十数年前ほど殺人事件で公園に遺体が放置されてるという、それか。女性被害者、女性さまよってんのか、それ。じゃあ全然定石のそういう怨念とか関係なしなのかな。じゃあちょっと探索進めてみますか。ちょっといろいろ回ってみたいんで。あ、しまった、水分置いてきちゃった、しまった。もういいや、ゆっくり歩こう。あ、ノーラさん、こます、お疲れっす、しやっす。じゃあちょっといろいろ回ってみますか。はい、初見さん。はい、一人です。単品です。単品。今日はバリューセットではございません。 Google マップの口コミに書いてある。ガチやん。やばくね、それ。そう、うっそうとしてんの、なんかあんまり人が来てない感じがする。急に腹痛くなってきた、大丈夫？いやー、多分やめとこう、心霊のせいにすんのは。普通にあれにしよう、水飲みすぎとか水分取りすぎとかで、よくない、マイナスに考えちゃうとよくないからさ、やっぱりそこはちょっともう現代科学のせいにしとこうぜ。霊障受けんな、俺一人で十分だから。はい、初見さんです。はい、伊藤さん、どうも。
まさかさ、これ殺人事件ってどういう感じなの？登録ありがとうございます、ボタンさん。なんて音あれ？あ、なんか機材ダメか。いや、ここはね、なんかわかんないな。俺今日初めて来たから、どうも説明ができない。マジか。バーンって。いつも見てるぞ、ありがとう。バーンって。何これ、樹海じゃん。車ですね、はい。いや、下降りてきたら息苦しいの、なんかなくなったな。上がすっげえ息苦しい。なんか首絞められるよっていうか、なんかなんつうんだろう、胸焼けするっていう。マジか、バンって入った。じゃあちょっとここでビデオカメラ一旦停止するか。ビデオカメラ、はい。まあまあ、下にはね、ここはちょっといろいろちょっと回りたい。 冗談ですよ、バンされちゃいますわ。 冗談だって。次はてんてん、まあ合間を見て、よし。下、いないかもしれないけど、ちょっと、これ全部回ってみたい。どうなんだかな。ダンジョンでか。ダンジョンでか。電波あんのかな、この先。トイレ、ちょっと待って、トイレ、電気ついてる。やばい、電波ない、こっち。電波次第だよ、ほんと。冒険の始まりっす、そう。おー、やべ、アンジャッシュ渡部がいる。多目的トイレが電気ついてる。渡部か。アンジャッシュ渡部いんのか、渡部さーん。渡部さん、ダメですよ、多目的トイレは。誰もいません。あれ？電気消し忘れてね、これ。うわ、ちょっと気持ち悪い、ゴキブリいるし、ちょっとダメ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 。誰もいません。渡部もいません。お。え、電気。え、なんでここにこれだけついてんの？多目的トイレだけ。誰も入ってなかった。うわー、電気これだけついてんだね。で、これあれなのかな？入ると自動で人感センサーつくのかな？つかない。つかない。つきません。完全職員さん、消し忘れましたね。なんか物音しない？はい、こんばんは、お母さん。鏡の跡が、鏡撤去されてるの？鏡ないよ。塗られた跡ある。何、なんか気味悪いな。ちょっと渡部いなかったし。ああ、でもそう、トイレなんか電波悪くなっちゃうんだよね。そう、さすがにちょっと暗すぎるわ。そう、トイレの中はね、
遮られちゃうんだよ、意外に。意外に遮られちゃう。お、お、滑り台。お、お、アスレチック。あ、ママさんこんばんす。はい。鏡跡に女性3人。マジ？いや、女子トイレはちょっとまずいっすね。ちょっと建造物侵入になっちゃうんで、女子トイレは。入りたいけど入れないですね。移してあげたいんですけど、ちょっとあの子供だったらね。今日一人です。はい。おお、アスレチック。危ねえ危ねえ。展望台があるの。一人ですよ。あ、何これ。え、これトイレじゃない。これもう古い。え、古いトイレ。あ、なんだこれ。ちょっと日々ねえな、ここ。滑り台、いや滑り台 ないんじゃね。あれ滑り台違うな。あれ展望台だな。え、古いトイレあるよこれ。そうでしょ。うわ、てか鬱蒼としてんな。ヒルいねえだろな、ここ。ちょっとヒルがいそうなんで。これ古いトイレ違うか。違うか、倉庫か。にしても怖え。電波ダメ。あ、電気設備。ああ、そっか。トイレじゃなくてよかった。しかし全然手入れされてないな、これな。昼はね、今んとこ大丈夫かな。てか超汚れた。あー、ちょっと無理だこれ。幅が合わねえし、しかも短い。ローラー滑り台だったら滑ったけどな。画質悪くなってる。やばいな。ちょ、電波がダメか、ここ。これ以上ハマっちゃうっす。はい。あんまりルート外れるとっていうね。なんか濡れてるから、なんかね、もうね、うわっ、突撃してきやがった。ギリギリか、ダメ。ソフ版を見てみるか、こういう時のために。あ、ソフ版入りそう。ドコモがダメか、ここ。モザってるんだったらモザってるって教えてください。あー、ソフ版もないか。くそ、ここだけだな。多分これに遮られちゃってるな、電波が。なんか移行みたいのがあるな。なんかダメだったね。こっちもちょっと気になるから。大丈夫、まあ大丈夫。あ、さっきのね、トイレスクショ OK。 ちょっと確認してみます。トイレでなんかね、あれトイレなんで電気ついてんだろう。ここだけスクショ今送ってくれましたんで、菩薩さん。ん、なんか変なことが起きた。ですか。これ鏡じゃねえんだよ。あ、菩薩さんね、これね、鏡じゃなくてなんか塗り替えられた壁なんだよね、これ実は。
鏡っぽく見えた。ああ、でも電波が悪いからそう見えるかもしんない。一応これ鏡じゃなかったんだよね、これ。鏡じゃないのよ。板がなんか塗り替えられてんの、ニスが。ここの部分だけ。でもちょっとなんかね、変だね。気持ち悪いね、これね。鏡じゃないんだよ、これ。だから電波が悪くなって、ああ、映ってる気がしたのか。確かにちょっと気持ち悪いね。なんか、顔が映ってるみたいで。気持ち悪い。ああ、男子トイレね。顔に見えんね、これね。確かに。ありがとう、でも、ボサさん。なんかちょっと気持ち悪いな。ちょっと放送が終わってから、ツイッターにアップしますんで。あ、慰霊塔だ。あららら。慰霊碑があります。なんだろう、これ。多分、海軍関連かな。勝浦市の。あ、やっぱそうだ、戦争以降。戦死された1000名余りの慰霊塔ですね、これ。やっぱりここも旧日本軍の接収されてた場所ですね。いや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 、後でアップしますんで、いろいろあのさっきの神社のとこの。ここね、なんか一応、八幡岬公園って言って、で、なんか女性の霊、の話がなんか多いんですよ。女性の霊になんか海に引きずり込まれるっていう恐ろしい話。なんかそれがメインみたいなんですよね。だからなんかそれ定石なんですけど、勝浦定石、またのな。ただ別に、その落ち武者の霊かどうかってそういうことは書いてなくて、どっちかって言うとなんかその女性の霊っていう話なんで。あ、ひろんさん、はい、どうも。はい。お疲れ様です。一個だけ？墓石みたいな。顔に違った。やばい。ちょっとなんか鬱蒼としてんな、これ。自然散策路。ちょっと階段登るのだるいんで、こっちから行きます。平坦地、あ、行けねえ、これ。行けねえじゃん、これ。ジャングルか。うわ、スズメバチいそうだな。なんだこれ。ちょっと、ジャングリラだな。電波行ってる？石、石、石。うん、いた。ジャンクリラ、あ、誰も通ってねえ、これ。あー、ヘビか。電波大丈夫、ランさん。マジか。ちょっとそれ、分かったら、もし、俺のツイッターとかさ、いや、ツイッターもやってるから、ツイッターフォローしていただければ、ツイッターの DM の方に。いけねえこれ。何これ、倒木してんじゃんこれ。またこれ系か。しゃがまないといけないってことか。ちくしょう。あ、展望広場まで。なんかところどころ、あー、なるほどね。何これ、展望広場2つあんのこれ。とりあえずこっち行くか。カミツキムシいた、さっき。今なんかこれ要塞の跡って感じすんね。いやー、ちょっとハーハー配信になりそう。あ、きっつ
いや、よし。影みたいの、え、あったの影みたい。マジか。なんだこれ。あ、すごい。あ、なにこれ。虫が。展望広場やばい。もう誰も通ってないし、蜘蛛の巣張っちゃってるし、これ。来てねえ、ここ。全然人が来てない。すんごい荒れてる。あ、トレッキング履けばよかった。失敗した。多分こんな平坦地で公園だろうと思ってたら。そう、俺ね、体重が90キロ近くあるから息切れちゃうんですよ、すぐ息切れちゃうの。なんか虫がすっげえたかってくる。あー、ちくしょう、クモの巣だらけだ。これ道じゃないっしょこれ。ちょっとクモの巣だらけだよこれ。もうやだ、クモの巣なんでこんなとこ。くもうやだ、クモの巣。ぬかるんでる。はい、翔平さん、いらっしゃい。はい、ちょっともうクモの巣どんどん引っ掛けちゃう。下が回んねえ。あ、ここ綺麗だ。てか、もしかしたら、クモの巣いっぱいたかられた。うぜえうぜえ。この道違えや、正規のルートじゃねえこれ。しきしょう、頭のクモの巣だらけ。なんかこっちが正規のルートっぽい。ちょっとちょっと、あ、展望広場だ。ちょっと休憩しよう。なんか展望広場ついた。休憩。やばいって本当に。蜘蛛の巣頑丈だな。いやひどい。ひどい。頭がクモの巣だらけになった。いっぱい手繰り寄せちゃった今、クモの巣。いやー、ちょっとね、俺ね、今ね、ほんとクモの巣嫌いなんですよ。あの、別に虫は平気なんだけど、クモの巣のこのさ、なんかあの、なんかこのまとわりついてるのが、あー、なんか先ほど画像で夢、オッケー、ちょっと待ってね、クモの巣をちょっと払ってから。もう取れねえよ、クモの巣がだいぶたこりすぎてきちゃった。電波やばい今。ちょっと電波、いや、まあ、ある程度はもうあと自然取れるんだろう。テンテンがなんで DM ライン、ライン、気持ち悪い。同じじゃん、テンテン。これさっきの菩薩さんのとこだべ、これ。やばいよ、これ。あ、電波悪い。
急に電波悪くなったよ。急に悪くなったんだけど。ソフトバンクに切り替えよう。ちょっと待って、しばらくお待ちください。ソフトバンクに切り替える。急に邪魔されたん。入るか、入るか。ソフトバンクは入ってんだぞ。復活しろ。ここがダメなのか、遮られちゃって。ここがダメみてえだな。遮られるもんが。YouTube 調子悪いな。ダメだ、急にだよ。OK。 ソフバンに切り替えたよ。ソフバンあるわ、ここ。ドコモがなくなったね。結構ギリだね、ドコモ。ちょっとね、ドコモ電波じゃないから少し画質は落ちる。ソフバンは、ソフバンだからちょっとね、少しドコモ電波がよりはちょっと落ちちゃうね。これだべ、点々の送ったの、これ。同じだな、菩薩さんとこに。よし、まあまたちょっとドコモ電波が復活すればドコモに切り替えるから。え、首なし地蔵があんの？マジか。おまんの像がある。おまんの像らしいか。これがおまんの像。なんかこの辺やばいのかな。ちょっと写真撮るか。ちょっと前にさっき俺んとこにアリンコがすげえたかってて、くそー、撮れ。一応ツイッターでする。 OK。 ちょっとこれ写真撮りてえな。ちょっと一瞬電気消すね。フラッシュ撮影するから。フラッシュ撮影してこんな感じかね。不気味。回線死んだ。ダメ。ポンゴさん、おやすみなさい。おまんの像ですね。おまん様、ありがとうございます。ポンゴさん、あ、展望台です。ね、見晴らし良さそうですね。本当ジュースが飲みかけは。いや、なんかそうみたいよ。おまん様って書いてあって、あの下の方の碑文に。いやー、この展望台、
しかし俺今どこ歩いてんだろう。それすら分かってないからな。そこが一番の問題だ。どこ歩いてんの俺。ちょ地図見てみるわ。キャメラキャメラキャメラマップ。うわ結構ああ分かった分かった。ここが八幡岬公園になるんだね。こういう地理関係になってたんだね。夜のみんなここなんかここで引きずり込まれるらしいですよ。女性の例に。いやー人どうだろう。なんかあの感じだと全然人が来てる気配がしないんだけどね。多分だそれか俺が行くルート間違えたか。うん、おまん様、徳川御三家の紀州頼宣と勝浦城ね。あここからこっから、ね、白い布を垂らして逃げてったんだって。見たいっすね、ここ。こっから白い布を垂らしてたみたいなんですけど、なんか逃がすために多くの犠牲を払った感じが見受けられるの。はい、ふださんこんばんは。八幡岬公園。正規のルートってどこなんだろうね。ちょっと待って服の中になんか虫が入った。ちょっともうよりによって今日さいつもの着てるブルーのシャツを洗濯中でやだここ夏来るもんじゃねえな冬だなここは。はい、千葉さんこんばんす。お仕事お疲れさんっす。昼はなんかいないっぽいね。大丈夫。よし、大丈夫っぽいっす。だからなんかさっきの今八幡岬公園のところだよ。今八幡岬公園のところ下の方がなんか勝浦城跡なんだね。うん。蜘蛛の巣がすっげえ高っちゃった機材に。最悪も今日、帰ったら風呂だな。もうなんかここはなんかすごいなんか息苦しいっていうかなんかなんつうんだろう、なんか苦しい感じはしないな、さっきみたいな。おまんの方そうなんだ。いとこものおばあちゃんなんだ。あ、じゃあ結構歴史あるね、ここ。歴史あるわ。ロータリークラブって書いてある。ああ。じゃあやっぱ徳川家が関係するんだね。おまんの方。しかし、こっから、なんだろう、バンジージャンプに近い状態で、逃げなきゃいけないっていう、やっぱやばいね、追い詰められた人間って。
アスクシのやり方わかんない。確かスタートボタンと音量ボタンを同時に押すと大体できるけどね、スマホ。ダメか、電波悪い。ちょっとソフトバンクは入ってんだけどラグができちゃうかね。結構気持ちがいいですよ、ここ。すがすがしい、なんか嫌な感じしないけどね、来てみたけど。まずは若く見えた。あ、ちょっと、まあ、ちょっと赤ちゃけてるかもしんない。ちょっと銅像が赤ちゃけてるかな。うん、涼しい、すげえ。やはり海側か、固まっちゃう。なんかここがそうだね、俺も思う。なんか別に苦しいって感じもしないし、特には神社じゃねえかな、いる方なんかっぽい感じがする。それこれ何、まだ続くのこれ。もうさすがに電波届かないか、これ以上は。ドコモ電波にちょっと切り替えようかな。どうだろう、ソフトバンクがすごい強い状態で。はい、あ、ペニーのニーダさん、はい、どうも。どうしようかな、ドコモに切り替えようかな。ルーターはまんまつく。ちょっとドコモに切り替えます。大丈夫かな。よし、 OK。 ドコモ電波に切り替えました。ちょっとさすがに LT のが都合がいいんで大丈夫ですかね。いや、ルーターはさ、これあの電話機用のやつだからさ、ちょっと使いたくねえのよやっぱり。フラッシュライトは、うん、トラストファイヤー1万1000ルーブで、これが普通のミニライトはちょっとわかんない。これもらったやつだから、ドルさんに。これはわかんないんだけど、これも明るいように。すげえな、これどこまで繋がってんだろう。ジャングルだな。わ、やべ、ハチ。スズメバチいない、これ。いないか。お、ここ歩きやすいな。せっかく登ってきたのにまた下がらされてんだけど、もうどこ歩いてるかわかんねえ。やばい、どうしよう、もうわかんねえや。どこ向かってんのこれ。すごい階段だよこれ、木道みたいなとこで。これ帰り超だる。近道ねえのかこれ。何この大階段は。あ、ちげえか、トイレのとこ出んのかこれ、おそらく。あ、そうだ、よかったよかったよかった。あ、こうなってんのね、よかった。ぐるっと一周してきました、不気味なトイレ。そんなにあの公園はでかくなかったっす。
あ、こっからあんなジャングルから行くもんじゃなかったんだな。あれはちょっとジャングルはちょっとジャングル行ったことによってあれやん。あれそうだよ。いやー失敗したよ。だから電波なくなっちゃったんだ。変なとこ行っちゃったから。渡部くすぐまた始まってますよ。はい、そう、渡部トイレまだ電気ついてますよ。ほら、渡部さん、渡部さん、いらっしゃいますか。いません、 いないようです。みんなはいって答えちゃってやばいな。渡部なんかでもなんかうつ病になっちゃったみたいですね。なんかうつ病を患ってるって話がなんかちらほら。トイレね、さっき入ったんだけど、なんかいやだけどさ、芸能人で金持ってんだに、こういうとこはないでしょうねえ。こういうとこで汚いだろ、多目的トイレは。あ、さっきのさ、なんかちょっと電波悪いかもしんないんだけど、こうなんかのあれだね、なんか塩がついちゃってみたいだね、これ。よく見たら、はい、ネバさん、はい、こんにちは。よく見たら今のスポットは勝浦城跡八幡岬公園って言って。あ、ニコニコさん、お疲れさんです。そうそう、でもなんか白っぽいのがそういう風に、そう、電波悪くなるんだよな。そうなんですよ、定石なんですよね。なんか影が怖いな。トイレかって。でもトイレちょっと電波悪くなるでしょ。え、今配信してるニコヌシが急に倒れた。やばいじゃん。こんな感じですかね。虫が寄ってくる。くそ。ああ、こうなってんのね。なるほどね。全貌を見ると、さっきだからこう言ってこうやってぐるーっとさ、こうやって行ってこうやってぐるーって行ってこうやってこうこうしこう行ってこう行ってでこうやってぐるーっと回ってきただけですね。これ。今日一人です。あ、はい、はい、闇野さん。夫人さん、はい、ありがとうございます。お疲れさんです。おやすみなさい。ハイキングでした。夜の真夏の心霊ハイキング。靴下あるよ。靴下。靴下あるよ、靴下。靴
下誰だよ、脱ぎ捨ててったやつ。なんかあるよここ、ほら。なんかあんじゃねこれ。なんか脇道見つけた。あんまり行きたくねえけど行きたくねえけど見つけた。脇道、脇道恐怖症だからさ。ヒルがいなきゃいい、別に。痛えなこれ。植物も気をつけないといけないんだよな。道じゃないですね。なんかの遺構があるんだけど、あ、道じゃねえよこれ。道なのかもしんないけど、やめとこう。なんか靴下があった。マルンさん、ちょっと一気に駆け、ね、駆け上がる。靴下やばいっすね。なんか見なかったこの字を見なかったもん。まあさっきはこの字はちょっと重苦しかった。まあ、こうして来てみると、なんかもうあれだね、なんかちょっと神社のところで変な写真が撮れたぐらいかな。もう片方の靴下はねないです。あれ、やばい。ここ近づくとなんかさ、すげえ重苦しい。なんか重苦しい。これか。なんかこれぐらいですかね。なんかわけのわかんない棒みたいのが。これぐらいかな。疲れた。よし、行こう。息苦しいんだよな、なんかこの神社に近づいて。もっとすごいのあった？そっか、ちょっとそれちょっとアーカイブ残しとくから、タイムスタンプお願いね。ごめんね、ちょっとお手数かけるけど。そしたら俺がスクショするから、もうそれでタイムスタンプ打った位置で、この配信が終わってから、まあ時間ある時でいいんで。何分、何時間、何分、何秒で、飛べるからさ、青文字になってコメント欄に。あ、きつい。あ、こんな感じでしたね。こんな感じでした。こんな感じでございました。さて、顔っぽいのあった。嬉しい。八幡岬公園という場所ですね。勝浦城跡。あ、すごい紹介されてんじゃないか。看板が口当ててんのこれ。観光マップって言ってるけど。何よりも入り口がな。トンネルが怖いよこれ。トンネル抜けた先なんだ。これ昔の手掘りでしょこれ。これちょっと徒歩じゃないから、ちょっと向こう側ちょっと見てみるか。なんかあんのかな。なんもねえか。てかね、2000ルーメンがもうね、暗すぎてね、映んないんだよ。
全然暗すぎちゃって、もう外も見えてる。いや怖くはないけど、別に怖くはないけど撮影はしづらいけど見えないんだけど、いやこれ入り口のトンネル、入り口手彫りだ、手彫りなのかなこれ。なんかパワーが弱えな。なんかいつもより2000ルーメンがなんか暗く感じんだよな。1万ルーメンつけるしかねえか。この上はどうなってんだろう。車で行くか。あ、勝浦灯台ね。マジか。33分57ね。スクショする。あ、3分。オッケー、ありがとう。3分30、57、33分57ね。やべ、今一瞬止まったでしょ。大丈夫かな電波。大丈夫かな。このお化け電球が怖いんだよね。よく見るとお化け電球です。大丈夫です、ありがとう。街灯がお化け電球になってるの。まあ、こんな感じですかね。この上はちょっと灯台みたいです。灯台。モノセもなんかだいぶ落ちたみたいだから、次行きまっか。ちょっと喉も渇いたし。なんか地蔵みたいなないね。飛び出し地蔵っていうのはなんか情けな感じで発車。よし、行きまっか。トンネル内の大きな顔。オッケー、ツイッターね、ちょっと車乗り込むわ。オッケー。いやー、ちょっとここはね、やっぱ夏に。飛び出した心臓が赤く
やっちゃった。レゲエダンスで激しいんですよ。